ますでしょうか。どうぞ、いいですか。はい、ありがとうございます。先日、あなたの弟、ああ、エリー君ね、はいはいはい、との対談の、はい、動画の一部を見させていただいて、年金と生活保護のところですね、老後、働けなくなった人がどうやって保障するかという生存権の話があったかと思うんですけど、はい、非常に勉強になったんですが、はい、年金をやめて、そういう生活保護に一本化した方がシフトした方がいいんじゃないかという話だったかと思うんですけども、まあまあ正確に言うとベーシックインカムですよ。あ、やっぱりそうなんですか。あ、そうですね、先ほど竹中さんの話ベーシックインカムもあったんで、はい、その兼ね合いがどうなのかなと思って。もちろんだから我々はやっぱベーシックインカムを進めていくためには年金と生活保護の廃止っていうのはセットなんですよね。これまでは憲法25条ができてるために先に生活保護ができて、でその後に恩給がもらえる、いわゆる厚生年金があるから国民年金っていうのを後からつけていったという順番です。歴史を調べたら生活保護が先で年金は後なんですよね。で今一応政府の方は、まあ、政府っていうかその年金の主張性っていうのはその長生きした時の保険だと教えてるわけですよ、うん、じゃあ120歳まで生きる人もおるわけですよねだからこの国はいくらでも長生きしてくださいなんです。ベースは生活保護でやるわけですよ。だから生活保護の生活よりも贅沢したい人だけが年金に入ればいいっていうそういう構築になってるんですけど、まあもちろん年金もらってる人は生活のプラス年金じゃなくて年金で足りない部分も生活保護を埋めるわけですよね。年金入ってない人は全額生活保護になるわけですよ、ね、これめちゃくちゃ不公平なんですよ。年金払わなかった人たちがたくさんお金もらえるってことになるんで、だからそもそものこの立て付けに問題があるからそれを全部解消するのはどっかのラインでベーシックインカムに乗り換えるしかないということでベーシックインカムのことを言ってるっていうことですね。だから年金と生活保護に関してのはベーシックインカムと大きく、まあ、大きくというか制度を乗り換えていくわけだ。それは相当勉強しているつもりですけど、ね、どうですかね。 AI の進行とか文化のからで変わってくるんじゃないですかね。僕20年30年のスパンあれば変わると思いますよ。だって今タバコこんなところで吸ってないじゃないですか。もう場合によっては廊下でも吸えないでしょ。でも20年前30年前のドラマとか映画見たらふわふわ吸ってるわけでしょ、この辺でわーって。あの当時パチンコ屋でタバコが吸えなくなるなんて誰が想像しましたって話ですところが時代がこうやって変わってくると変わるので、もうそうだよな、確かに生活保護ってもうおかしいよねと。全員に最低ラインを普及してしまえば、だってもう遊んで暮らしたいっていう人大勢いるわけですよね。ニートなんて言葉ができたのこの20年とかそんなんでしょ、10年とか20年でしょ。だから AI の進化って人は便利になるために文明を生み出すわけですよ。暑いからクーラーを作るとか、歩くのが嫌だから車を生み出すっていうことだから、働かないっていうことはある意味人類にとっては究極の目標であって、働かなくても生きていくようにすれば争いがなくなるわけですよね。だから20年30年かけていけばね、まあ、そうだよな、働かないっていう選択もあるような。働かないことによって人と争わないことによって戦争とか争いがなくなるんじゃないかみたいな考え出てくるでしょうし、もちろん働きたいっていう人は生活をするために働くというよりも自分の人生をこう輝かせるために、魅力あるものにするっていうか、やりがいのある人生を送るために働くみたいなことが当たり前になる時代がそんなに遠くなく将来出てくるんじゃないかなと思ってるんですよね。だからその頃にベーシックインカムといえば当たり前じゃんみたいになるんじゃないですか、うん、今のやっぱり高齢者は働かざる者を食うべからずで、食べることがある意味全て戦後の生まれとか戦中の人たちなんで、食べること働くことがもう正しいと洗脳されてる人たちなんで、その人たちがいなくなる頃にはベーシックインカムっていうのはある意味常識化されてくるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ国民主権民主党さんも昨日ベーシックインカムの導入とおっしゃってたと、これは時代が流れていけば変わってくると僕は思ってます。
ありがとうございます。はい、ございますでしょうか。内容なのでこれにて、終わりましょうか。で、はい、記者会見を終わらせていただきます。皆様ありがとうございました。